虹男は、角田菊夫の推理小説。及び、それを原作とする映画作品。1947年に第一新聞に連載され、信陽文庫などで刊行された。笛吹けば人が死ぬ等でおなじみ、赤史良介、岡田警部が登場。陰陽師の呪いをバックボーンに、虹に取り憑かれた一家、真夜家の奇怪な連続殺人の謎を追う。 知的障害の少年や囚われの精神異常者といった異常なキャラクターたち、二次男の伝説といったスリラー風味を前面に押し出しつつ犯人探し、アリバイトリック、二次を見せる殺人方法の理由など本格要素も含んだ探偵小説である。社会部記者の鳥海耳は物理学者のマヤ・リュの別荘で起こった放火殺人事件の容疑者が学生時代の友人で 龍蔵の五妻の命である、百合枝と知り、同僚で、恋人の赤史良介と共に、百合枝の無実を晴らそうとする。ところが龍蔵の本宅では、女中金をはじめ、虹だ、虹男だ、と断末魔を残して次々と人が殺されてゆく。龍蔵の屋敷には、虹の絵を描く画家の正人とや、最近家に戻ってきた、とよひこらがいた。保釈された、百合枝だと共に、 マヤ家に捜査に入った、岡田警部は、マヤ家の人々が、虹に対して何かを恐れ、秘密を持っていることに気づく。さらに龍蔵がかつて大学で友人の研究を奪って、学位を取ったことや、ユリエダの妊娠、その相手は、最初の放火殺人事件で死んだはずの弟子の八郎であることが発覚。事件は、本命を深めていく。 角田菊夫の饒舌の新聞連載作品を原作とし、大英東京撮影所の制作によって1949年7月18日に公開された。パートカラー、スタンダード、81分。同時上映は、犯罪は、防げるか凶悪犯罪の実るル幻覚物質メスカリンによる幻覚の表現として、部分的に、 カラーフィルムを挿入した画期的な作品である。これはカラー映像ではなく赤、青、紀藤の色のコントラストが映画の中途中途に現れるだけのものだったが、カラー映画がまだなかった日本映画では画面に色が現れるだけでも衝撃的な試みであった。虹男の幻影シーンなど特撮パートにはつぶらや英二が参加しているとされているが、詳細は不明である。 ただし、カラーフィルム部分の映像が見つからなかったため、現在鑑賞することが可能なのは、当時の制作関係者や映画を見た人の証言を、元にカラーパートを復元したバージョンである。大英ビデオから、大英ビデオミュージアムとして、VHS ソフトが発売された。1992年にはパイオニアから、レーザーディスクが発売された。DVD は2006年に、 角川書店から発売された。ガメラから大魔人まで大英特撮映画のすべて、ありがとうございます。